全く逆の方向のこの赤い国はアメリカです。アメリカのそれとあのビッグスリーでありましたシボレーが作りました1960年シボレーコルベット、あの三大ビッグスリーのですね、シボレーも今は、非常に苦しい立場になっております。それはなぜかと言いますと、輸出とかですね、この自分たちが作ってきた環境は大きく変わりまして、こういった大きな排気量の車は世界がもう必要としないという時代が来てしまったわけですから。ですけどもアメリカが最も繁栄した時代にはですね、このまさにドリームカー、夢の車と称するようなこんな車を作っておりました。この車、図体も大きいですし排気量は 4700cc V8。 ところがですね、皆さん、このデザイン、これ実はボディはプラスチックなんですね。えこんな豪華版の車といえども、アメリカはもう1950年代からこんなプラスチックでですね車を作っておりました。日本ではですね、今はいま、だにボディが、グラスファイバーでできて、市販されている車はないと思います。前のバンパーとか後ろのバンパーとか一部の部分にそういうプラスチックを安全上の問題で使用している例はございますけど、車全体をこういったプラスチックで作ったという例は日本ではまだないです。はい、この車、これから運転、お願いするわけですが、お年を召した方の方はご記憶があるかと思いますが、昔ですね NHK の番組、まだ白黒テレビの頃にですね、ルート66、今でも歌われますね、ジョージ・マハリスというシンガーがですね、ルート66、ラッツ・ギン・ホールも歌っております。あの車、歌の中に出てくる車がこのルート66、シボレー・コルベットです。若いアメリカの青年たちがアメリカを横断、サンフランシスコ、ごめんなさい、ニューヨークからですね、サンフランシスコを、ロサンゼルスに向かってですね、毎晩のように、事件に、巻き込まれ、そしてそれを解決しながら、ロサンゼルスのサンタモニカまで、到達するという、そのテレビ番組の中に出てきた初代の車になります。1960年シボレーコルベット、はい、お願いいたします。水波 KR200 で出てます。はいはい、